皆様こんにちは、ダンです。数ある動画の中からご覧いただき、いつも本当にありがとうございます。今回はですね、ランの彼リン君と一緒に春のデート服ルックブックを組んでみました。ぜひ最後まで楽しんでいってください。ランとリン君のプロフィールはこちらになります。現在着用しているルームウェアは2人ともジェラートピケさんのアイテムです。それでは早速行ってみましょう。ランの身長は 172.6cm、 体重が 52kg、リン君は 173cm、 体重は 65kg になります。2つ目のコーディネートのご紹介となります。リン君はトップスがモンキータイムさん、ボトムスとシューズがビューティー&ユースさんのアイテムで、ランはすべてスナイデルさんのアイテムを着用しております。今回のテーマはですね、春のルックブックですから、なるべく春っぽい爽やかで柔らかい色味でデート服を組んでみました。リン君とランがいつもデートへ行く際はお互い服装の色味をかなり合わせております。こちらのコーディネートのポイントはブラウンカラーのローファーです。近くで見た時もですね、分かりやすいと思うんですけれども、同じ色のアイテムで全身固めているわけでもないですが、色味のトーン、鮮やかさや柔らかさを合わせておりますので、2人ともペアルック感、雰囲気が一緒な感じを強く出せていると思います。それでは次のコーディネートへ行ってみましょう。続いてのコーディネートです。今度は少し大人っぽさ、落ち着いた感じのデート服で組み合わせてみました。リン君が着用しているアイテムはすべてビューティー&ユースさんです。ランが着用しているアイテムはすべてスナイデルさんのアイテムです。今回はリン君の雰囲気が結構綺麗めでお上品なので、そんなリン君の綺麗めでお上品な雰囲気にランもコーディネートを合わせてみました。ボタンや羽織物を着用している時なんかは、ボタンを外したりジャケットを脱いだり肩掛けしたり、そんな感じでこう場所やですね、行った先の雰囲気に合わせてお洋服をちょっと変化させるのもランとリン君が好きなコーディネートです。今回は寒色系では合わせてみたんですけれども、いかがでしょうか。それでは次行ってみましょう。続いてはですね、もう春っぽさ全開でデート服を組んでみました。リン君が着用しているトップスはビューティー&ユースさんのもので、パンツがモンキータイムさん、シューズがナイキさんで、ランはすべてスナイデルさんのアイテムを着用しております。春といえばカラーアイテムですよね。カラーアイテムと、今回のペアポイントはデニムですので、デニムと合うようなカラーシャツをリン君が入れていました。
で、ランは逆にですね、リン君のデニムとカラーシャツを邪魔しないようにデニム以外のアイテムをなるべく明るいとホワイトアイテムで合わせてみました。続いてのコーディネートです。こちらもですね、春っぽい爽やかさを意識してみました。で、今回はですね、なんとキャップが2人ともニューエラさんのアイテムです。リン君のキャップはニューエラさんとビューティー&ヨスさんのコラボアイテムで、トップスもビューティー&ヨスさん、ボトムスがモンキータイムさんで、シューズがナイキさんです。あー、いたずらをされてますね、リン君は趣味がいたずらやちょっかいですね。家でも四六時中何かしらいたずらやちょっかいをらに出してきております。で、ランが着用しているアイテムは全てスナイデルさんのアイテムですが、帽子と T シャツはニューエラさんとのコラボアイテムです。今回のペアポイントはキャップ、デニム、ホワイト T シャツ、2人で同じブランドをですね、着用できるのも嬉しいですよね。本当にこちらのニューエラさんの T シャツはですね、細見えもしますし、デザイン性もかなり可愛らしいのでおすすめです。カジュアルにならない T シャツがランは欲しかったので、ぜひ皆さん着用してみてください。続いてのコーディネートは、春の暖かい日差し、優しい色味を2人でイメージしてみましたよ。リン君が着用しているアイテムはジャケット、パンツ、中のベストはすべてモンキータイムさんで、インナーとシューズはビューティー&ヨスさんです。ランはすべてスナイデルさんのアイテムを着用しております。で、ランが着ている紫の上下のお洋服なんですけれども、こちら以前動画でもご紹介させていただいたスナイデルさんの4点セットのアイテムです。今回のペアポイントはブラック色のローファーです。足元は同じ色味のローファーで組み合わせておりますが、お洋服の色味は今回トーンを同じ柔らかいトーンで合わせてます。まさにデートっぽくないですか。カラーアイテムもこういった柔らかいトーンで組み合わせてあげるとですね、着こなしも全然難しくないので、とてもおすすめですよ。それでは最後のコーディネートです。最後のコーディネートは春のお散歩をちょっと2人ともイメージした格好となっております。インクが着用しているジャケットとパンツはモンキータイムさんで、トップスとシューズはビューティー&ユースさんです。ランはすべてスナイデルさんのアイテムです。リン君が着用しているデニムパンツなんですけれども、実は刺繍で白いお花がチラチラと施されているんですよね。なのでランはそのリン君のデニムパンツのお花に合わせて白いトップスと白いバッグを持ってきてみました。他にももっともっと紹介したいデート服があったんですけれども、今後はシリーズ化して定期的に紹介できたらいいなと思っております。いかがでしょうか。色味のトーンも可愛くないですか。皆様、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。
またたくさんお洋服の動画をあげますので、これからもよろしくお願いします。最後にチャンネル登録やいいねボタンお願いします。また会いましょう。